はーーは、現れる男キング,ダグ、はい。今日の東京都なんですが、非常に残念としか言えません。もう言葉にできません。400人以上は多すぎます。はい。もうまーんとしか言えないです。ただし緊急事例宣言、菅総理の会見でも解除との話がありました。解除を予定してもらいます。今まさにオーバーシュートの局面の中です。はい。 首都圏だけなく、全国ももう、まーんとしか言えない、もう、パンデミックやはい。そこで、国民の皆様に支援として、新型コロナウイルス支援プロジェクトとして、井上園子さんで、の名曲を歌いたいと思います。ピーリングのエンディング曲でございます。その曲は、まあ、わかりませんけど、最後まで聴いてください。いつの間にか、 流れてた時間が。今はただ惜しくて、惜しくて、たまらないや。巻き戻しボタンがあればな。人生にそんなもんないよ、どこにもないよ。曲はくれたものでございます。はい。最後でまで聴いてください。 どこかにあるから私が負けないボタンが探し当てるまでは逃げないよ。あなたがくれた生き方あなたがくれた幸せ。キラキラさせるために生きている。憧れて、焦がれて、夢まで見て。 今はまだ何も始まってもいないけど言葉だけ残しておいてもいいかな特別な文字でさ忘れないように <laughs> 私の前では怒るのは当たり前すぐに笑顔になってたけど自由奔放なあなたは傷をついていたからかわいいかわいいばんそうを貼ってあげるよ ありきたりな思いはもう誰かが歌にしてるけどだろう。あなたがくれた声ではあなたがくれた頃をキラキラさせるために生きている。憧れて焦がれて夢まで見て、夢を見てる。 憧れて、憧れて、夢まで見て。今はまだ何も始まってもいないけど、言葉だけ残しておいてもいいかな。特別な文字でさ、忘れないように。ですから何度も言いますが、外出はしないでください。また、県をまたぐ移動もおやめください。また、 外での街頭インタビューもおやめくださいわかりましたでしょうかみなさん、みんなで、ステイホームというわけで、バイバーイ